岡県は昨日、新型コロナウイルスの感染者が新たに3342人確認されたと発表しました。新規感染者3342人の内訳は、福岡市691人、北九州市582人、久留米市157人、県が管轄する地域1802人などとなっています。1日あたりの新規感染者数は19日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。最新の病床使用率は前の日に比べて 0.5 ポイント減った 46.8% で、福岡コロナ特別警報解除の目安の一つである 50% を2日連続で下回っています。重症病床使用率は 5.9% です。佐賀県では新たに459人の感染が確認されました。